どうもアヌビスです。今回はラダイトの限定商品のご紹介です。動画の流れはこちらです。まずは過去モデルと比較しながら商品の基本情報、次に使用した感想、最後にまとめとなっております。サムネにもあるように、今回のペンケースは質感や高級感重視のロマンあふれるペンケースとなっております。詳細は商品の基本情報の項目でじっくり解説していきますね。本題に入る前に、ヒーロー TV では新商品から定番や廃盤のペン、万年筆や木軸、ペンケースなんかもメーカーに忖度がない徹底レビューをしていますので、文房具に興味がある方はチャンネル登録をお願いいたします。それではまずラダイトというブランドについてですが、文房具や雑貨の企画販売などをされている広島県にあるメーカーで、マヤレザーなどの革製品や岡山デニムの生地をふんだんに使用したペンケース、金属の新ケースなどの商品がとても人気です。今回の商品はそんなラダイトが4周年を迎え、ウェブ限定、数量限定で発売したのがこちらのペンケースになります。去年も同様に3周年の際、ペンケースや木軸ペンが発売されたのですが、このペンケースは4周年の第1弾ということで、また違うタイプのペンケースや木軸ペンが発売されることが予測できます。また購入した際はご紹介させていただきますね。今回はレザーベンディペンケースということで、この形状と同じタイプで素材が革となっています。開封する前に1点だけ注意点がありまして、このペンケースは外も中もオールレザーで仕上げられているため、デニムやナイロン素材のように生地が伸びませんので、収納力は期待できません。質感、高級感重視ですので、少数精鋭での使用となります。あらかじめご注意ください。購入時はこのような化粧箱に入って届きました。前回は箱はありませんでした。それでは早速開封していきます。特に保証書なども入っていませんね。こちらが4周年限定商品、レザーベンディペンケースマヤになります。価格は税込み 13,200 円。前回のベンディペンケースは倉敷ハンプという生地を使用したもので、税込み 2,090 円とお手頃価格だったのですが、今回は高級路線に変更されたようですね。個人的にはこのような革製品の方が嬉しいです。実はこの商品は発売後すぐに売り切れてしまったので、もう購入することはできませんが、また仕様変更されたものが発売される可能性はありますので、その時の参考にしていただければと思います。カラバリはナチュラル、ブラウン、ブラックの3色展開。僕はブラックを購入しました。去年のモデルと比較すると全体的に一回り大きくなっています。こちらのペンケースにはマヤレザーが使用されていて、ラダイトの商品説明によると、イタリア植物タンニンナメシカワ協会認定のタンナー、イル・ポンテ社製のフルベジタブルオイルドレザーということで、こちらはブラックなので分かりにくいかもしれませんが、表面は和紙のような風合いになっていて、植物性タンニンでなめされた表面をこすって毛羽立たせ、真鍮ブラシで磨いた後にオイルをたっぷり染み込ませることにより、非常にしっとりとした質感に仕上げられています。表面はあえてまだらに仕上げているので、ブラウンとかナチュラルの方が美しい模様が楽しめます。表にはロゴが入っています。この控えめなサイズがちょうどいいですね。ロゴ以外は何もありません。シンプルで美しい。このペンケースはこのように真ん中から折り曲げられていて、左右に独立したファスナーポケットがあります。どちらも YKK 製品。動画冒頭でも言いましたが、このペンケースは収納力はあまりありませんので、こちらにはペン 2,3 本くらいの収納力になります。それでは中を見ていきます。こちらはボタンで2箇所止まっています。ボタンは硬すぎず開け閉めできますね。ああ、中の質感もいいですね。外と中はどのカラバレを選んでも色が統一されています。中の素材はアドリアレザー、シュリンクの片押し牛革、非常に上品。外側は経年変化しやすく、内側が経年変化しにくくなっているんですね。
こちらには4箇所ペンを刺せるポケットがあります。ここも1本ずつですね。去年のモデルと比較すると真ん中のスペースが小さくなって、その分ペン差しが広めになっています。このあたり素材が革ということであまり伸びないため調節しているんでしょうね。では一通りペンケースを見ていきましたので、次は実際に収納してみようと思います。まずはこのメインの4箇所からいきましょうか。シャーペンからいきます。ステッドラー92535、2021年限定モデルのチャコール。軸径はグリップ部で 8.7mm。 あ、入ったけどこのままではボタンに当たって閉められないので一旦出します。うわ、ローレットで中の皮が削られてしまいました。ガイドパイプだったりローレットグリップだったり製図用シャーペンは入れられそうにないので、ではケリーの50周年限定モデルを入れていこうと思います。この端っこはボタンが上下にあるので短めのペンじゃないときついです。うん、これだとちょうどいいですね。この端っこはクリップをかけずに収納した方が綺麗に収まるので左向きに入れます。ただ上下逆さまにすると落ちる可能性がありますので気をつけてください。では次はボールペン、ロメオナンバー3。本当は太軸を入れたかったのですが細軸にしておきます。イタリアングレー、軸径が 11mm。 やはりアクリルとかならすんなり入りますね。ペンはすべて右寄りか左寄りに収納しておくと閉めた時にペン同士が当たらずに済みます。次は多機能ペンも欲しいので今回はラミートライペンを入れます。軸径 10mm。 うん、いいですね。で最後に水性も欲しいので桜クラフトラボ001を入れます。少し短めですのでここにちょうど良さそう。あ、やはりいいですね。では締めます。お、いい感じに締まりました。では次にファスナーポケットには定規や消しゴム、新ケースなんかも入れたいと思うのですが、こうやって見てみるともうほとんど入る隙間がないのでペンとかはとても入れられそうにありません。ではまず定規、トライテックのカーボン定規。これ実はポケットの入り口の幅が狭くて奥が広くなっている形状ですので、このままだと15センチの定規は入らないんですよ。なのでファスナーの持ち手側からまず斜めにそこまで定規を入れてからもう片方を入れる、このやり方でないと入りません。次は消しゴム、スペースがないのでシードのスレンディープラス、こちらはもうこれで締めます。で次逆側のポケット、このようなねコンパクトな修正テープも入れたかったのですが、もうこの厚みだけでもきついので新ケース、芯は入れ替えずそのまま廃油に。もう限界ですね。これ以上入れるとフォルムが崩れてペンケースが変形します。これでどうでしょうか。うん、あまり圧迫感なく綺麗に締まりました。これくらいが良さそうですね。それではラダイトレザーベンディペンケースマヤを実際に使用してみて良かった点からいきたいと思います。まず見た目がかっこいい。表面の模様はブラウンやナチュラルの方が楽しめるとは思いますが、黒もかっこいいんですよ。この質感やばくないですか。内側も黒の方が汚れが目立ちにくいですし、ゴールドやシルバーの金具などもよく映えますからね。次に質感がいい。個人的にデニム生地のペンケースはあまり好きではないので、外側も内側もオールレザーというのは非常に嬉しいです。このしっとりとした手触り最高です。
あと4つのペン差しにはフラップがついていないので、開けてさっと取り出せるところも個人的にはいいなと思います。でもここはデメリットも大きいんですけどね。そして経年変化を楽しめる。ブラックの場合は分かりにくいかもしれませんが、この革は長く使えば使うほど艶と深みが増してくるので、そのあたりも非常に楽しみですね。次に気になる点ですが、収納力の少なさ。これは素材の特性上仕方ありません。このことは商品説明にもしっかりと明記されていますので、購入した方はそのあたり理解した上で買っているとは思います。社会人だとこれくらいでもいいような気がしますが、学生の方には定番販売のハンプやナイロン素材のベンディペンケースをおすすめします。そちらの方が価格もかなり安いですし、使い勝手がいいですからね。それからこのペンケースは気軽には使えません。使用する際に気を使わないといけないところが非常に多くて、収納もそうですが、ボタンの位置を確認しながらペンの長さや種類を選ぶ必要がありますし、収納後のペンケースのフォルムだったり、ペンケースを閉じた時のペン同士のクリップが当たって傷がつくので、噛み合わせも考えながら使用する必要があったりと、気軽には使えないペンケースですので、そのあたりの手間を楽しめるかどうかというところで好みが分かれるペンケースだと思います。あと上部にフラップがついていないので、クリップをかけていなかったり、クリップの挟む力が緩いペンだと落ちる可能性がある。良かった点で取り上げましたが、さっとペンを取り出せるのはいいんですけど、ボタンを閉めていても逆さまにしてしまうと、重いペンとかクリップの力が弱いペンだと落ちる可能性がありますので、このあたりも気にしながら使用する必要があります。それにこちらは革ですので、挟む力が強いクリップのペンはパッと引き抜くと破れる可能性はあります。ペンを取り出す際はそっとクリップを持ち上げながら引き抜いてください。あと引き抜く際はボタンにも気をつけてくださいね。気になったのはこのあたりです。今回は4周年ウェブ限定、数量限定、レザーベンディペンケースマヤのご紹介でしたが、いかがでしたでしょうか。ラダイトの商品でオールレザーのものはあまりないので、個人的にはとても気に入ってます。この質感といい、手触りといい、今後職場でもガシガシ使っていきたいですね。この商品はもう手に入りませんが、いつか革のベンディペンケースの通常販売が開始される可能性もありますので、参考にしていただけると嬉しいです。今後もコスパがいい大容量のペンケースとか、ペンケースもいろいろ紹介していく予定ですので、楽しみにしていてくださいね。それでは今回は以上となります。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。